ところで馬娘めっちゃ面白そう、どうしようかな、この思い止められない、課金したい、でもお金が困るですね。馬娘に課金するのとマリンどっちが大事なんですか。別にいいっすよ、馬娘の方がどうせ可愛いんでしょ。ボロメンみんな馬娘やってんじゃん今。もうさっき3枠3人ボロメンが配信してて3人とも馬娘だったんだよね、さっき。じゃああとココさんがやってたかな、ココさんが龍がことやってて他3人が馬娘やってたんだよ。店長もやる。店長ね、ソシャゲはねあんまりやる時間ないからな今。店長の、続けなくてはという気持ちでやってるソシャゲにも手がいっぱいですけども、何にしてもなんかあんまりね、みんながね一斉にやってる時あんまりやろうって思わないんだよね、なんか船長はね。どのゲームの時もいつもそうなんだけど、基本自分が許諾を願ってたゲームはどんなにみんながやってもやるけど、みんなやってて自分がお願いしたわけでもないゲームの時は なんかねこんだけみんながやってたら、センチャーまでやったらリスナーさんがなんかこうホロライブの配信全部これだなみたいな思いをするかなと思って、ちょっとずらしてやろうかなみたいな。そう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 。